京王3 0 0 0系電車は、京王電鉄井のか知らせ用の通勤系電車である。1962年から1991年にかけて、東急車両製造で製造され、2011年まで運用された。京王で初めて、オールステンレス車体を採用した。1996年から2011年12月にかけて、全車廃車され、一部は、 地方施設に譲渡された。井の頭線の輸送力増強を呼び、それまで同線で使用されていた緑色車体の構成車の代替を目的に製造された。1963年に鉄道友ののイローレル賞を受賞した。最大で5両編成29本が、藤見が丘建築に在籍していたが、1996年以降、 1000系の導入で廃車が進み、2004年11月に未更新車が全廃。以後は、リニューアル工事を行った5両編成14本が在籍していたが、京王電鉄は全車両を VVVF インバータ制御車両に統一する方針であり、本系列は ATC に対応していないことから、2008年から2009年にかけて、追増日された1000系に置き換えられ、 2011年12月をもって運転を終了し全廃された京王発のオールステンレス車両である日本発のオールステンレス車両である東急7000軽電車や本系列とほぼ同時期に収益した南海6000軽電車と同様東急車両がアメリカのバッド車から導入した技術を用いて製造されている一部の車両の車内には 同社からのライセンス技術により製造された胸の銘板が取り付けられていた。慶応の営業用車両では最後まで運転台のマスコンハンドルとブレーキハンドルが個別に設置され、電磁直通制度を装備する18.5メートル車体の片側3扉車両であった。乗務員室の内装は緑色である。2003年頃より線形と同等の電子系的が、 推設された。営業最高速度は時速 90km であるが、速度計は時速 140km 表示で、ATS 小差速度表示スペースはない。乗務員室と客室の仕切り窓は3箇所であり、中央が乗務員室仕切り扉である。車高幕などについては、京王電鉄車両を参照。吉祥寺駅を発車する3000位系オリジナルタイプ。 正面窓が側面まで回り込んでおらず、側面の帯が細体一本のみ全面形状は窓周りを傾斜させた二枚窓のいわゆる湘南形である。ステンレスでは加工の難しい複雑な形状となる、前面上半部は FRP が使用され、ステンレス製の車体にネジ止めしている。ステンレス車の前面に FRP を使用するのは、日本では初めての試みであった。 この FRP 部分にパステルカラーの着色をし、編成ごとに変えて変化を持たせたため、レインボーカラーの電車として人気があった。ステンレスとプラスチックの電車ということで、ステンプラカーの相性がある。ただし、後に実施された更新改造の際に、この FRP 部分は普通校に変更された。更新されることなく、各地方施設に譲渡された初期車は、 現在でも全面が FRP 製のままである。乗務員室直後部分にも座席があり、乗務員室仕切り部分の一部にも座席モケットが貼られている。編成番号と車体色の対応は可表の通りであり、大 N 編成の車体色は N を7で割った余りに対応するという規則がある。この規則は基本的に線形にも引き継がれている。 4両編成から5両編成へ、第15編成までは4両編成で落成したが、輸送力の増強に伴い、後にデハ3100型を1両組み込んで5両化された。そのため、編成内で、装備や性能が異なる場合がある。また、第16編成以降は5両編成で落成している。なお、デハ3101から3115の車体は、 第10から13編成とほぼ同じである。強幅車体編開き3ドアと、広幅車体両開き3ドア、北陸鉄道8000系8812は、第2編成、8913は、第5編成が、種車で、車体断面の違いがわかる。客用扉は、最初に落成した第1.2編成のみ片開きで、あったが、第3編成以降は、両開きとなった。 五両化に際して連結したデハ3100型は、第3編成以降と同じスタイルであり、第1.2編成では、携帯の異なる車両が一両連結された。扉と窓の配置は、強幅片開き車が、D1、D3、D3、D2 で、車体長も含めて、先行形式の線形や京王線の五線形さらには、 京急0 0 0系電車や京3 0 0 0系電車などと同一である。この窓配置を始めたのは2700系が最初であると言われている。また、広幅両開き車は D1D2D2D2 で東急の初代7000系などと比較して両端の扉が窓1枚分中央により車端が長いのが特徴である。特に後者の窓配置は珍しく他社では 京阪6000系電車以降に見られる程度である。ただし、窓の形状は異なるが車端が長いという点では、横浜市営地下鉄ブルーラインの車両や京成3700系電車、伊豆箱根鉄道5000系電車なども該当する。冷房化第13編成までは、非冷房で落成し、第1 4 1号編成が、新生冷房車、第16編成以降が、 量産冷房車としてそれぞれ増備された。第1から13編成は1971年から1973年頃に冷房化され、同時期にレハ3100型を組み込んで五両化された。五両化と冷房改造は前後して進み、五両化が先で、残る4両が後で、冷房改造されたケースもあった。なお、クーラーの電源は、 全編成1 3 9馬のブラシュレス式 MG で5両分の電力を賄っている。改造冷房車の中間車は編成ごとに冷房改造後の室内の天井形態にも違いがある。先頭車はすべて冷房吹き出し口とファンデリアの併用だが中間車はファンデリアの代わりに補助送風機としてラインデリアを装備したものがある。軽量構造化第20編成以降は 軽量ステンレス構造となり、車体構造が一部異なるが、車体外反は従来通りのコルゲート加工なので、一見してわからない。変更点は、室内ドアの隅柱などの工作や化粧板の継ぎ目の、オ面の位置などである。外反のコルゲートの本数は1本、少ないため、側層下のコルゲート部までの隙間が大きい。後年、側窓と、コルゲート部の間に、 側面体を追加したが、第19編成までは、コルゲートの上端2本に重付された。東急車両での強度試験に車体を強出したデハ3054号と、踏切事故により修繕した、区波3758デハ3108デハ3058号の4両も、同構造の車体がほぼ申請され、手すり、側ドアパイプ棚、冷房風土は可能な限り再利用したが、 デハ3054号の風洞は申請者と同等とされた。第8編成の客用扉は破損した、数枚以外再利用したが、窓ガラスの指示方式が H ゴムのものと、デハ3100形容の抑さえ金指示式、破損不足分の第28.29編成と、同等の申請客用扉が復旧の際にランダムに取り付けられたため、一両の中に、 複数の形態のドアが混在する。これらの車両にも創価に帯を追加したが、連結相手に合わせて、コルゲート状に重布されており、帯の位置が低い点が完全心臓車と異なる。現在、区波百五十八は、高下電気鉄道七百型デ波百十二、デ波3 1百八、デ波五十八は、アルピコ交通三3 0三千三点三零零四。 として活躍中。全編成とも、電磁直通空気制度を装備するが、以下の点で異なる。第1から6編成抵抗制御で落成当時は、電磁球肺、中継併用直通自動空気制度、発電制度だったが、後述の第7編成の登場以降、電磁直通空気制度に改造された。第7から9編成前述の第6編成までと、 同じく抵抗制御だが、落成当時より、電磁直通空気制動。第10から15編成落成当時は抵抗制御、改正制動であったが、1985年頃に、境地直波制御に改造された。蒸気以外5両化用の出波3100型と、第16編成以降は、境地直波制御、改正制動。3000系強幅車。2両目に、 広幅車の出波3100型が連結されている1962年度に投入した18メートル片側3、扉車。第一編成は1962年12月28日に営業運転を開始した。扉は1200ミリメートルの片開き扉で、主電動機は東洋電気製造製の直流直巻電動機 TDK806-3C で、 定格出力1 0 0ット発電制度を強制通風式抵抗器、窓割りなどは9000系と同様で、車体幅も以降の編成より狭い2 7 0 0トルで、ある。MT 比に M2T の4両編成で登場し、後に、広幅の出波3100型を組み込んで5両化した。製造当初は、M 車、T 車とも、等急車両が、 オールステンレス車体の製造技術とともに、バッド車より技術導入して製造したパイオニア台車を装着していたが、後に M 車用 PE-703 は TS-801A に交換された。第1編成と第2編成では、正面の手すりの配置が一部異なり、第2編成の手すりの配置は、後の第3編成以降に踏襲される。 二編成とも、非冷房で登場し、改造により冷房装置を搭載するとともに、新生冷房車の出波3100型を挟んで5両編成となったため、片開き車と両開き車が混在する編成となった。先頭車が集約分散式、中間車が集中式となっている。なお、登場時は、第一編成がサイクルファン、第二編成が ファンデリアという違いがあった。井の頭線が本系列に統一された1984年頃からは平日はサラッシュ時のみに限定使用していたが1996年に廃車された。営業運転終了時には先頭車の前面に投入年を記載したヘッドマークを装着して運用された。 1963年度から投入した、車体長18.5メートル、車体幅2800ミリメートルの片側3、扉車。扉は先に投入された第1点に編成より、幅が100ミリメートル、広い1300ミリメートルの両開き扉となり、以後は、この仕様で、申請した。主電動機は、第1点に編成と同一である、発電制動式。M 車。 T 車ともパイオニア型台車を装着していたが、後に M 車用 PE-703 は TS-801A に交換され、1985年以降は TC 車も TS-821A に交換された。この第9編成までが客用扉の窓ガラス指示が H ゴムである。1996年から1998年に廃車された。 こちらも、非冷房で登場し、改造により冷房装置を搭載した。1967年度に投入した。主電動機は、直流服巻きで、出力 120kW、歯車比が5.60から6.07に変更され、改正制度を採用した。台車は、M 車は TS-801 を、TC 車は、 1> 第1から9編成から年出された P-703 を改造して使用した。TC 社は1985年以降に TS-821A に交換された。このグループは、第13編成が後日の第1 4 1号編成とともに、延命のための社内のみの簡易更新工事を1998年度に実施した。2000年に、第10編成が、 2003年に第11編成が2004年に第12.13編成がそれぞれ廃車となった。こちらも非冷房で登場し改造により冷房装置を搭載した。1969年度に投入した。4両で申請された最後のグループである。扉と主電動機の出力、台車などは第10から13編成と同じである。 このグループ以後は、新生児から、冷房装置を搭載する。2004年3月に、第15編成が、同年11月に、第14編成がそれぞれ廃車となったため、オリジナルタイプ及び、ステンプラカーは消滅した。冷房装置は5000系にも使用された6台、量の分散式だが、後から組み込んだデハ3114.3115は、 集中式を一台搭載していた。1975年度から導入した。扉と、主電動機の出力、台車などは、第10から15編成と同じである。このグループより5両編成で申請され、すべての電動車が境自直波制御となる。また、デハ3000系のパンタグラフ搭載位置が、吉祥寺方から渋谷型に変更されている。 第19編成では初めて側面にも行き先表示器が設置された。このグループは2008年から2009年にかけて廃車されている。冷房装置は第16.17編成は戦闘車が集約分散式、中間車が集中式を採用したが第18編成からは全車集中式とされた。記念ヘッドマークを装着した第28。 編成本系列の最終グループ。軽量車体構造が使用された。第20から27編成は1983年度から1984年度までに、最後まで残った1000系列の置き換え、第28.29編成は1987年度の列車増発のためにそれぞれ投入された。扉と手電動機の出力などは、 第10から19編成と同一である。台車は M 車が TS-801B、T 車が TS-821。自己廃車が発生したため、1991年に同一番号で区波3722号を一両申請した。冷房装置は全車集中式を搭載し、カバーはステンレス製となった。2008年から退役が開始され、 各編成のうち中間車2両は、廃車解体、残る3両は改造の上で、伊予鉄道に譲渡された。その後2011年12月をもって、営業運転を終了し、同年11月3日から12月4日まで、記念イベントを実施する予定であることが発表され、最後まで残った第28編成を使用して、同年11月3日、6日、13日の3日間、 ヘッドマークを装着して営業を運転し、同年11月20日に、藤見が、岡建築において、事前応募者による展示会を実施した後、記念イベント終了後の同年12月10日に、伊予鉄道に向け搬出された。第1から15編成には、水切りのみで、雨どいがないが、第16から19編成は水切りに加えて、雨どいを装備する。第20編成以降では、 車体構造の変更に伴い山取りのみになる。井の頭線弁当の霊所体、縦書きの手動式正面行き先表示器を装備し、通常時は、始発、終着駅平気であった。1979年に落成した第19、編成以降は、電動式となり、前述したように側面にも行き先表示器を設置した。この電動式行き先表示器では、正面は、 終着駅名のみの表記とされたが、一部編成の急行のみ両端駅兵器が表示された時期があった。1982年から1986年にかけて、第3から15編成も、側面行き先表示器の設置及び、正面の電動化が施行された。1988年のダイヤ改定後は急行と、 確定の種別変更が、吉祥寺駅で頻繁に行われるようになったため、後に急行回送表示板を廃止し、正面表示器の字幕を、急行表示入りのゴシック体横書きに改めた。この時点では、確定は、正面、側面とも行き先のみの表示であった。その結果、対28.29編成の縦書き表示は、短期間に止まった。二千二年頃に、 正面、側面とも確定表示が追加された。第一点に編成は、廃車されるまで側面行き先表示器が設置されなかったが、正面行き先表示器は、その他の編成と同様のデザインであった。登場当時は、編成ごとのテーマカラーが先頭車前面のみであったが、後に、側面の倉庫にも、前面と同一色の帯が入れられた。 その後の CI マーク制定後には、戦闘車端部の窓状にマークを調布し、さらに2002年頃には前面にも調布した。廃焼機は後付け設置である。冷房装置の交換も頻繁に行われ、集中型は高性能規制からステンレス製に、さらに6000系の廃車発生品を流用したものや、1000系に搭載されたものを設計変更したものなどが存在する。 製造当初は、上り渋谷砲戦闘車区波3750型が t c 1以下で、波3050型が M1、出波3000型が M2、区波3700型が t c 2とされていたが、現在は、下り基地上次砲戦闘車の区波3700型が t c 1とされ、以下で、波3000型が M1、出波3050型が M2。 デハ3100型が M、区ハ3750型が TC2 となっている。系列による区別はなく線形と共通で運用されたが、駅での旅客案内の都合上、ある程度はどの列車に重当するかは決まっていた。また、渋谷、吉祥寺の両駅では、足元の緑色の乗車位置目標が、それ以外の駅では、 緑色の3、扉車乗車位置が本系列となっていた。また、1 0 0 0系の登場時に、MT 比の低さから空転が多かったため、雨天や降雪時の運用には、優先的に、本系列を投入していた。3 0 0 0系リニューアル車。正面窓が、側面まで回り込んでいる。第16編成以降は、1 0 0 0系の投入と、並行して、リニューアル工事が実施された。 試行第1号は第17編成で同系列の投入より半年ほど早く登場した。抵抗制御の第1から9編成が運用終了した頃、第13から15編成も延命のために追加で車内の簡易改造工事が行われた。第11.12編成は座席のモケット張り替えのみ、第10編成は廃車まで原型の廃色の車内を保っていた。 本系列は、これまでに廃車となった車両のうち71両が、京王重機整備で、改造の上、下記に、譲渡されている。下記のほか、長子電気鉄道に8両譲渡されることが、計画されたが、資金難かつ、建築限界の都合で、伊予鉄道から3000系の代替対象となる800、四4両の譲り受けに変更された。このほか、廃車により発生した、 冷房装置、パンタグラフ、側面方向膜の一部が、高松こと平電気鉄道の車両で使用されている。また、運用目的以外では2004年に出波3063が、群馬県内の企業に譲渡された。2013年10月、区波3719は京王レールランドで保存、一般公開を始めた。高下電気鉄道700型松本電気鉄道。 3000系伊予鉄道3000系。ありがとうございます。